僕の番だな。私の番ね。行きます。よーし。はっせー。さてと。それ。敵集団を撃破。先に進みましょう。この程度か。はっ！
箱か。俺の番だな。はっ。よし。スイッチ。私の番です。行くぞ。はっ。よーし。よし。行くぞ。私の番です。それ。俺の番だな。行くぞ。よーし。はっ。さてと。俺の番だな。せい。よし、これで大丈夫だ。行くわよ。うん、宝箱か。覚悟してもらうぞ。せい。
私の番です。僕の番だな。マイ。はっ。みんな大丈夫か？アークス駆動。行くわよ。セット、ストライカー。はー。僕の番だな。アークス駆動。さてと。アークス駆動。は。俺の番だな。せっ、崩れた。行くぞアキラ。はい。はっ。戦闘終了、お疲れ様でした。
ちょうど半分ですね。皆さん、後半も頑張ってください。ああ、ありがとう。しかしこの設備といい、第二分庫は…ガンガン行くわよ。僕の番だ。私の番ね。ハンセイ。行きます。俺の番だな。僕の番だな。崩れた。頼んだ。ユラ。オッケー。よし、なんとかなったわね。ああ、上出来だろう。よっせ、ガンガン行くわよ。俺の番だな。セッ、私の番ね。セット、ガンガン。やっ、崩れた。もらった。行きます。アークス駆動。行くぞ。せっ、私の番ね。そこ、はっ。さてと、行くぞ。上がれ。さてと、それ。戦闘終了、お疲れ様でした。お宝発見。
みんな準備はいいか？行くぞ。私の番です。ブリューナク起動、照射。今です。私の番ね。もらった。僕の番だな。そこだ。頼んだ、ユナ。任せて。行くぞ。さてと、回復します。アルジェのシール。ありがとう。マイは、よし、これで大丈夫だ。よし、やった。まだまだこれからだ。各種ステータスアップです。かかってこい。迷宮止水、我が太刀は制。見えた。よし、これで大丈夫だ。
アークス駆動。よし。よし。崩れた。いただき。さてと。やあ。今です。やり。は。行くぞ。行きます。やあ、そこです。やり、マイ、ハッ、行くぞ。行くわよ。ハッセイ。よし、これで大丈夫ね。その先が終点だ。とっとと入ってくるがいい。はっ！了解。目標ポイントへ向かいます。センサーに警告、霊視反応を検出しました。霊視反応。皆さん逃げてください。これって帝国軍の機構兵？いえ、これは魔公兵。暗黒時代の魔導ゴーレムだ。シュミット博士、まさかこれもあなたが。内戦時に出現していた旧時代マシナリーを捕獲した。気候兵よりも出力は劣るが、自律行動できるのは悪くない。それの撃破をもって今回のテストを終了とする。げ、本気か。ちょっとマント博士、いい加減にしなさいよね。このメンバーじゃ分が悪いな。こうなったら来い、灰の鬼神。鬼神の使用は禁止だ。レベル0の難易度は鬼神の介入を想定していない。その程度の相手に使ったら正確なテストにならぬだろう。シュバルツァー、せいぜいお前が奥の手を使うか。奥の手。まだ使っていないアークス2の新機能を引き出してみせるがいい。ブレイブオーダーモードを起動してください。オリビエさん、オリバルト王子が臨機応変なる鬼神と使いこなせ。
卒業おめでとう。そして心からの感謝を。リーン君、お祝いと言ってはなんだが、完成したばかりのアークス2を君たち全員に送らせてもらうよ。実は通信面でちょっとしたカスタムがされているんだが、他にも画期的な新機能があるから実戦で役立ててくれたまえ。そうか、了解だ。これは何かがあの人から伝わってくる。戦術リンク、いえそれとは別の。7組総員戦闘準備。ブレイブオーダー起動。トールス第二分校7組特務課、全力で目標を撃破する。オン。強敵です、注意してください。突撃陣劣化。明鏡止水、我が太刀は聖。見えた。行くぞ。行くぞ。突撃陣劣化。前。はあ。さてと。
分かった。やっせっはっ行くぞ。はっ今だ。追撃します。止めだ。お役に立てたでしょうか。ああ、いつもありがとうな。倒せた。体力低下、小休止します。早いか。次は難度を上げるとして。あ、聞いてくださいよ。むちゃくちゃ好きだろ。次ってまた同じことをやらせようってわけ。可能性は高そうですね。いずれにせよ実力テストは終了だ。3人ともよく頑張った。アークス2の新モードブレイブオーダーも成功。上出来と言っていいだろう。それぞれ課題はあるだろうが一つ一つクリアしていけばいい。7組特務課、人数の少なさといい、今回のテストといい、不審に思うのも当然かもしれない。士官学院を卒業したばかりでろくに概要を知らない俺が教官を務めるのも不安だろう。先ほど言ったように希望があれば他のクラスへの転科を掛け合うことも約束する。だから最後は君たち自身に決めてほしい。自分の考え、やりたいこと、なりたい将来、今考えられる限りの自分自身の全てと向き合った上で、今回のテストという手応えを通じて7組に所属するかどうかを。多分それが7組に所属する最大の決め手となるだろうから。ユーナ・クロフォード、7組特務課に参加します。え？勘違いしないでください。入りたいからじゃありません。私はクロスベルから不本意な経緯でこの学校に来ました。帝国のことはあまり好きじゃないし、あなたのこともよく思っていませんみたいだな。だけど今回のテストであなたの指示やアドバイスは適切でした。さっきの化け物だってあなたがいなければ撃破できなかったでしょう。はっきり言って悔しいですし、警察学校で学んだことを活かせなかったのも不本意です。だから結果を出すまでは、実力を示せるまでは7組にいます。灰色の騎士、いけすかない英雄であるあなたを見返せるくらいになるまでは。めちゃくちゃだろう。論理的整合性はありそうですが。ああ、その英雄というのは正直やめてもらいたいんだが。分かった、君の意思を尊重する。7組へようこそ、ユーナ。はい。クルト・バンダール、
自分も7組に参加します。ただし積極的な理由はありません。それはこの第二分校が自分のクラスをここに定めたのなら依存はありません。強いて言うなら今回のように実践の機会が多いのは助かります。受け継いだ剣を錆びつかせてしまったら家族への面目も立ちませんから。受け継いだ剣、ヴァンダール流ですか。それとせっかくなので八王の一端には触れさせてもらおうかと。正直聞いていたほどではなかったというのが本音ですが。って生意気すぎでしょ。人のことは全く言えないと思いますが君たちと同じく未だ修行中の身というだけさ。了解した、クルト。7組への参加を歓迎する。はい。最後は君だ、アルティナ。確認の必要はありません。秘匿事項ではありますが任務内容には準じて。そうじゃない、アルティナ。君自身の意思でどうしたいか決めるんだ。意味がわからないのか。さっきも言った通り、自分自身の意思を示さない限り参加を認めるつもりはない。決めたのが分校長だろうと、たとえ情報局や帝国政府だろうと、その一線だけは譲らないつもりだ。何でもいい、君自身の根拠を示してくれ。私自身の根拠。ちょっと何を意地悪してるんですか。事情は知らないけど、よく分かってない子に。根拠は思いつきません。ですがこの1年養成の度にあなたのことをサポートさせてもらいました。この分校で所属するのならリーン教官のクラスであるのが適切であると考えます。それと1年半前、私の任務の前に立ちふさがったドールズ士官学院7組、その名前の響きに少しばかり興味もあります。それでは不十分でしょうか。今はそれで十分だ。よろしく頼む、アルティナ。はい。もったいぶっちゃって。波乱含みだな。それではこの場をもって7組特務課の発足を宣言する。お互い新米同士、教官と生徒というだけでなく仲間として共に汗をかき切磋琢磨していこう。リンくん。へえ、どうなってるか気になって来てみりゃ。勝手なことを。一教官に生徒の所属を決定できる権限などないというのに。天下の願いがあれば私は認めるつもりであったが。文校長、お言葉ですが。帳尻が合えばよかろう。彼らは己で決めたのだ。8組9組共に出だしは順調。ステイシにしては上出来の船出だ。近日中に動きがある。せいぜいひな鳥たちを鍛えることだ。激動の時代に翻弄され儚く散らせたくなければな。もちろんです。イエスマン。やれやれ、大変なところに来ちまったな。さあ、ラッセルの爺さん以上にマッドすぎるだろうが。留学についてもそうだが、あんなジジイに弟子入りしまって本当に良かったのか。でもやっぱりすごい人です。同じ新入生の子たちとも仲良くやっていけそうですし、それに
帝国に入れないお姉ちゃんたちの代理もちゃんと務めたいですから。やれやれ、いつの間にかでかくなったっつうか、もうちびすけとは呼べねえな。連中は確実に動き始めてる。帝国政府もそれ以外の勢力もな。スシャラカ王子のつてで遠距離通信のラインは確保できた。何かあったら駆けつける。遠慮なく連絡しろ、ティータ。はい、アガントさんも気をつけて。あんまり無茶しないでください。なるほど、本校に続いて第二もか。はい、初日は滞りなく終了したそうです。8組戦術科、9組主計科に加え7組特務科も無事発足しました。やれやれ、なんとか虎を檻につなげたと思ったんだが、まさかヤッコさんまで教官に加わっちまうなんてな。名高き妻女も入るし、ステイシとは思えぬ充実ぶりだ。クロスベルから彼まで送ったのは早計だったかな。はっ、よく言うぜ。完全に狙っていたくせによ。ま、戦力が充実するんならそれはそれで使いようがあるけどな。レクターさん、総督閣下も。いずれにせよ、この春をもって全てが動き始めることとなる。ノーザンブリアを落としたことで、蛇どもの潜む茂みは全て焼け払った。主の計画を奪い返すため、いよいよ直接動き始めるはずだ。ならば、翼と剣をもがれた王子の最後の悪あがきたる第二分校。我が不肖の息子ともども、せいぜい踊ってもらうとしよう。閣下、たく、ほんといい性格してるぜ。我らアイアンブリードは閣下の待望のため働くのみです。よし、繋がったか。うわぁ、やったね。まさかこんな形で皆さんと話せるなんて。うん、王子殿下には感謝してもしきれないな。リーンとガイウスは繋がらないか。距離的な問題か、繋がりにくい場所にいるのかな。まあ今後はいくらでも機会があるだろう。そうね、これでやっと約束も果たせるわけだし。まったくもう嬉しそうにしちゃって。仕方ありませんわ、再会の季節でしょうから。ええ、春再びね。